クルミカン遺跡は、秋田県北秋田市にある古代遺跡である。クルミカン遺跡収蔵庫1961年、高野巣駅北西1キロメートルの地点にある、高野巣町立高野巣中学校の運動場造成の、整地作業中、巣駅の大亀と弾き鉢が出土した。1963年4月には、運動場北側の野球場造成工事中、掘った手式柱6本、板材、 抜き穴のある角柱が見つかった。翌1965年10月、野球場の整地のため土砂採取中、通ス、弾きつき、箸等が出土するとともに、巨大な土井が現れた。このことによって、秋田県教育委員会は、高野スノーリン高校教諭、戸賀氏安時氏に依頼し、現場を調査し記録作成を行った。この調査により、土井の南側に3軒の扉が、 砲建柱と共に残り、極めて重要な遺跡であることが知られたので、1966年11月には、文部省文化財保護委員会が、視察、1967年7月から3年に、わたって、発掘調査が行われる。建物の上半分は洪水により流出しているものの、下半分は、建物が立ったまま土砂に埋没している状態で、残されている。 建物4棟と作列、掘った手中列が見つかっている。建物は柵で囲まれ、2棟の建物は住居跡、残りは高床の建物と役所のようなところと考えられている。建物は杉材を使ったもので、30cm 四方の角材や厚さ 5cm で幅 20cm ぐらいの板材が使われている。 構造も立派で技術の高さが指摘されている。千年前の建物がそのままの状態で出土した例は、奈良京都の神社仏閣を除いてほとんどない。桃館遺跡では4棟の建物が見つかっている。そのうち中心的な建物である2棟が、板あぜ倉式と呼ばれる構造をしていた。あぜ倉式建物は、木材を積み上げて、壁を作る。 ログハウスや東大寺の焦燥院と同様の構造で柱や梁を組み合わせる軸組構造が主流の日本建築においては珍しい構造と言える。あぜくら建物は資料から諸国の漢画にはあぜくらがあったが建物は残っていない。また、東北地方で現存最古の建物は中村寺根寺軌道であり、それよりも古いことになる。また、はき安駅、 木木、木書がある土器や木札、木管などが出土しているが、建物の規模に比べて少ないとする指摘もある。この遺跡は915年と和田湖の火山の噴火に伴う洪水によって埋没したものである。埋没遺跡は、米城川を挟んで対岸の秋田内陸、縦貫鉄道秋田、内陸線上門大型駅周辺の地区からも2等、発見されており、江戸時代には、 菅井雅美、平田篤姫、黒沢道がたらが記録を残している。915年の戸和田湖火山の噴火は文書記録には一切残っていないが、三古伝説として人々の間に物語として語り継がれていったと思われる。北秋田市の教育委員会に申し込むと、くるみ館遺跡の出土品収蔵庫の見学ができる。 北秋田市のくるみ館遺跡から1967年に発掘されていた木館に活量級で物名張りとされるものがあると2005年発表された。これによるとこの木館には玉作マロなどの名前が記されており、それぞれに米3号などの数量が書かれていた。玉作は元行の乱の時に政府側についた映像の名字である。2008年7月に 北秋田教育委員会と独立行政法人なら文化財研究所は合同で地中レーダーなどを使用した調査を行い新たな遺跡の調査を行った2012年2月7日にこの調査の報告会が北秋田市中央公民館で行われた地中レーダー調査の結果新たに5箇所で建物が埋まっている可能性が高いという報告があり 2016年度から発掘調査に着手する方針が示された。ありがとうございます。